志賀風花です。職業は、主婦社というカフェを今度から営業する予定と、あとは村内で川内草の新平記念館という文学館の方に勤めています。カフェだと仕入れとかがやっぱりあるので、そういった買い物であるとか、その文学館にも村内に出勤するので、そういったものでは毎日使ってます。と乗る前の感じた不安だと、やっぱりあんまり電気自動車持っている方がいらっしゃらないので、どういった感じか使用感が分からなかったっていうのと、その充電スポットがやっぱりこの田舎だと少ないので、それで使えるのかとか、雪道とかこの時期だと特に凍結とかもあるので、滑ったりとかしないのかなっていう不安はありました。と雪道の走行は電気自動車ってなんか滑らかすぎてちゃんと止まってくれるのかなみたいな不安が正直印象としてあったんですけど、普通の車よりもむしろブレーキが効くっていうのがすごい意外でしたね。あと発進とかもすごいスムーズでしたね。なのでその雪道滑るなみたいなのは感じなかったですね。すごく運転しやすかったです。今のところその夜に仕事が終わって次の日の朝に出勤するまでに充電が終わってるっていう状態だったので不満はなかったですね。あ、難しくないです。本当に携帯の充電挿すみたいな感じですごい簡単でしたね。距離だとまあ村内で往復16キロをほとんど毎日週6回、村内で の仕事用としては十分だと思います。震災後にガソリンがないと避難できないっていう状況になったりとかしたんで、常にあんまりガソリンを切らさないようにしようってすごいちょっと気をつけてるんですけど、その電気自動車の場合って帰ってきたらもう充電さすっていう習慣が割とついてれば常に充電がある状態なので、それはすごいガソリンがなくても使えるっていうのは震災時にもすごいいいなっていうのは感じました。